ランガラカレッジは、カナダブリティシュコロンビア州バンクーバーを拠点とする州立大学である。年間、約2万3000人の生徒が、多様な学科、キャリアプログラム、コーププログラム、語学学習プログラム、生涯学習プログラムなどを学んでいる。大学としての豊富なプログラムに加え、都市圏、人口210万人の太平洋に面した都市、 バンクーバーの島地に位置し、年間を通じた温暖な気候と周りを取り囲む、美しい自然、隣接するゴルフコース、近年できた新しい図書館など、施設や環境に恵まれていることが、学生の志望臓器に挙げられる。スポーツチームのランガラ・ファルコンズも、競合として有名。日本の多くの大学とも交換留学などのプログラムを提携している。 語学学習プログラムの充実や留学生への支援体制の強化により30カ国から1200人もの留学生を要す。ニューライブラリーフリーダム、スルーナレッジ、ランガラカレッジのプログラムコースは大きく以下のものに大別される。ランガラカレッジは北米の大学で一般的な3期生のもとに学士、準学士、資格書、および 北米の他校への推薦へ向けたプログラムを提供し、その60以上の分野や科目を網羅する幅広いプログラムに加え、生徒一人一人に学生組合を通して学習や学費区面のサポートをしている。ランガラカレッジでは、経営、経済学、工学、社会学、芸術などの分野でキャリアを築きたい生徒たちに向けて、学士号、準学士号、 資格証を取得するための様々なキャリアプログラムを提供している。ランガラのキャリアプログラムの中には、特定の期間内にプログラムを終了する必要があるものもありますが、プログラムによっては、パートタイムや夜間学習にも対応している。当校の戦略目標は、生徒の個々のニーズを満たす障害学習の機会を提供することであり、ランガラカレッジの生涯学習プログラムでは、 年間を通して700以上のコースと35以上の資格取得のためのプログラムを提供している。なお、ランガラの大学入学準備のための語学学習プログラムはステップ及びディープがあり、これらはコンティニューイングスタディーズの一部である。ランガラカレッジにおける学部及び学科は以下の通りである。日本の大学のように一つの学部に対して入学する、方式ではないため、 好きな教科を受講して構わない。ほとんどの学科でカナダ人受講者数に対し留学生数を30%未満になるように制限されており、看護学科や演劇学科のように基本的には留学生の受講を制限しているクラスもある。またクラスはすべて4文字の略称アルファベットとクラス独自の数字で表される。例えば英語の百二十七というクラスは イングル1127というように表される。学部、学科名の日本語表記においては、日本語に翻訳できないものが多く、また、日本とカナダで解釈の違いが生じる可能性もあるので、日本語として言葉が存在するもの、もしくは平易に翻訳できるもののみ日本語表記を平記するものとする。基本的に以下の建物からなる。なお図書館の中には、 ライティングセンターがあり、大学の学生であれば、無料で、レポート、英作文などの書き方のレッスンを受けることができる。学内の至るところにコンピュータラボがあり、生徒番号とパスワードでログインして、パソコンを使うことができる。2016年9月には新たに図書館の北に TE ビルディングが完成した。主に時計のクラスに使われており、科学、 生物学等のラボもこの校舎に移された。3期生の3つで構成され、それぞれの楽器は、西暦と10、20、30の数字を組み合わせた6桁の数字で表される。例えば2007年春楽器は20万710、2007年夏楽器は20万720、2007年秋楽器は20万730となる。 なお夏学期には開講される授業が少ないので注意を要する。また、2倍の頻度で講義があり、半分の期間で行われる講座もいくつかあり、帰省などの目的で2ヶ月間の夏休みを希望する、留学生に人気がある。ランガラスチューデントユニオンが独立した組合として存在し、スチューデントユニオンビルディングの中にオフィスを構える。留学生に対する税金還付の手続きなどにも、 対応する。スタジオ58は、ランガラカレッジによる俳優や制作スタッフのための演劇トレーニングプログラムである。2006年にはカナダで5本の指に入る演劇学校としてランク付けされていて入学も極めて困難である。カナダ全土で数百人の応募者に対し、楽器ごとに受講できるのは16人のみ。学校には3年間の演技プログラムと2年間の 制作プログラムを合わせて約72人の学生が在籍。このプログラムは現在芸術監督のキャサリン賞により運営されている。インターナショナルエデュケーションボランティアプログラムでは、インターナショナルエデュケーションオフィスが留学生を20名程度募り、学内及び学外ボランティア活動に従事する。学内においてはしばしば開かれるイベントの会場を作り、 新入生のキャンパス案内、新聞作りなどをする。学外においては、生徒が、スポーツ、食事などのイベントを企画する。ボランティアには各自、背中側に、インターナショナルエデュケーションボランティアプログラムのロゴの、入ったコアオの T シャツが支給され、キャンパス内にてしばしばその姿を見かけることがある。ランガラファルコンズというスポーツチームを有する。 ランガラカレッジの大学間スポーツプログラムは、カナダでもトップクラスのスポーツプログラムである。ランガラは、以前は、ブリティッシュコロンビア大学スポーツ協会、カナダ大学スポーツ協会として知られていた、太平洋西岸運動会のメンバーである。ランガラカレッジは、1974年から1999年まで、シースサの運動能力向上のためのプログラムにおいて、 総合準優勝を獲得。学内では以下の3つの新聞が発行されている。2009年に開通したカナダラインのランガラ4ナインス駅から徒歩5分。バス通学も便利で学校の目の前にバス停からトランスリンクが運営する49番のバスがアブック、ダンバーループ、グランウィルストリート、ランガラカレッジ、マイナスメトロタウン駅を結んでいる。 なおすべての便がアブックからメトロタウンの全区間を通るわけではなく、土曜、日曜、祝日の全便及び平日の何便かはダンバーループもしくはグランビルストリートを視点及び終点とする。その場合、ランガラとアブックの間を行き来するにはダンバーループにて49番と41番を乗り継ぐか、 ウエスト49スアベニューグランビルストリートにて49番と480番を乗り継ぐ必要がある。なお、アブック側から順に49番のバスに接続する交通機関は以下の通りである。ありがとうございます。